こんにちは、ケイシです。山田です。今回なんですけども、はい、ついに頭脳の自然に初の九州にやってまいりました。うわー、来たー。九州は？しかも九州は佐賀県にやってまいりました。めちゃくちゃ海が綺麗でね。うわ、見てください、イカの船は走ってたよね。ねえ、さっきイカの船走ってて、イカ丸くんがね、佐賀といえば佐賀牛とイカが有名な、有名だそうですね、こう食べていきながら、あと我々お酒マンといったら、何があるのか、酒でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。その佐賀の地酒を飲みながら、ちょっといろいろ佐賀の郷土料理、地産なものをいただきながら楽しんでいく、ちょっとしょぼんでございます。佐賀食い倒れツアーやっていきたいと思うんですけど、はい、目指すはキャンプ場、その前にちょっと何もないから食材の買い出しと、あとは酒販店さんに行ってお酒を買って、で、あとはちょっとお腹減ってるからランチ食べて、そしてからキャンプ場の方行きたいと思います。それでは行ってみましょう。できましたね。できましたね。もうすごいよ、建物。ねえ、すごい。どんぐらいの歴史があるんだろう。いろいろ聞いてみたいですね。うん。お、入り口が見えてきましたよ。シリー。シリー。今日は朝日屋さんに来ました。朝日屋さん。主販店ですね。早速行きましょう。はい。レッツゴー。どうもこんにちは。こんにちは。すげー、素敵ですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。水の星ずれ山本です。よくお聞きしてます。ありがとうございます。元気です。よろしくお願いします。若旦那さんですか？あ、そうです。若旦那、若旦那っていうか、まあ結構おじさんなんですけども。いや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 、大親友、彼女の通で。おいしいパスタ作る？今日は今日パスタ作りましょう。そしたら今日はどういうお酒を？そうですね、佐賀のお酒を買いに来たんですけど、はい、僕ら今日佐賀牛のすき焼きと、はい、イカを食べたいんで、それに合うようなの。わかりました。あれ、まあ、ちなみに佐賀のお酒で飲まれたことあるやつとかはありますか？僕ちょっと有名どころですけど、鍋島とか。ああ、そういうことですね。まあ結構ですね、鍋島とか以外も、佐賀結構若手とかの、醸造してる方が増えてきて、いいお酒が増えてきたんで、まあ、まずはステーキだったら、まあ、蔵心の純米70っていうお酒があるんですよ。はい、まあ、結構米本来の旨味を最大限に引き出したお酒で、まあ、さまざまな温度帯で、まあ、冷やしても常温でもおかんでもどれでもいけるようなタイプなんで、まあ、佐賀牛って結構あったかくて甘みがあるんで、温度帯も、まあ、揚げた方が多分美味しいと思うんで、まあ、こういう結構芯がしっかりしたお酒とか、あと、まあ、もうちょっとキレがあった方がいいっていうのだったら、はい、まあ、清水の超辛口。超辛口、はい、まあ、超辛口と言ってますけど、佐賀って基本、濃純甘口がベースなんですよ。で、まあ、どちらかって言ったら、水が軟水なんで味がある辛口タイプ、まあ、口に含んだ時は柔らかいんですけど、後切れの良さが、まあ、光るんで、油系の料理を流してくれるような感じのイメージで飲まれてもらったらいいと思います。いいですね。はい。で、あと乾杯のビールとかも欲しいですよね。あ、ビール欲しいですね。はい、あるんですか？ビール、佐賀って2くらい今作ってて、まあ、1個目が、マンバっていう、宗政酒造さんっていうところが作ってる、ビールなんですけど、まあ、こちらは結構ライト系のお酒で、まあ、重みがあった方が、なんかビールの飲み応えがあると思うんで、今日、おすすめする商品は、このアームストロング醸造所さんが作ってる、まあ、スタンダード のストロングバーレーの、長期熟成のビールを、もしよかったら飲んでもらいたいなと思ってます。わー、楽しみですね。まあ、アルコール度数 10% あるんですけど、バーレー、はい、バーレーワイン、まあ、そうですね、バーレーワインと、そうです、バーレーワインをイメージしてるんで、はい、まあ、思ったよりは重く感じないかもしれないです。酔わせてどうする気ですか、若旦那。若旦那。
もし何かですね、気になる商品とか他あったら、はい、試飲とかもできますけど、どうされますか？試飲、今日僕ら運転はないから。そうだね、はい、試飲させてもらってもいいんですか？大丈夫ですよ。これ可愛いんだよ。あ、ニャンレー。ニャンレー。ニャンレーは、はい、ニャンレー、はい、今から行く唐津の方にある酒蔵で、はい、もともとマンレーというお酒なんですよね、うんうん、で、マンレーが結構ジューシーな、米の旨みを感じるジューシーな酒質なんですけど、はい、このニャンレーは低アルコール 14% のお酒なんで、マンレーとコンセプトが違うっていうのでニャンレーっていう名前になってます。佐賀のお酒にキョイキョイニャンレーニャンレー、うん、美味しい。うまい。旨味ある系です、うんうん、静岡の地酒が好きな人は佐賀のお酒もあるけど、うん、結構佐賀も柔らかさがあるんで、お酒に、うんうんうん、はい、うまい。食中にね、これは、うん、食中で、だからでも終わってでも、うんうん、そうですね、飲み飽きしないとは思います、うんうん、はい、素敵な酒販店さんでしたね。ね、本当に若旦那さんもすごく丁寧に教えてくれてね、試飲、ね、までさせてもらって、うんうん、だいぶちょっとほろ酔いで気持ちよくなってきましたね。はい。この後はどこ行くんですか？この後はキャンプ場ですね。よっしゃー、進めてきたから来ていきましょう。めちゃくちゃ眺めがいいね。ね、ちょっと夕日見ながら。あ、やっちゃいます。やっちゃいましょうよ。こちらの何ですか？これはなんかめちゃくちゃエッチなビールですね。アームストロングブルーイング。なんだかこっちは桃の、うん、桃をふんだんに使ってるらしいっすよ。桃からいくか。桃からいきましょう。そう、シャンパンみたいだね。ポンっていうやつだよね。え、もう言っちゃっていいですか？じゃあ始まりのファンファーレをいきます。よろしくお願いします。よっしゃかわいい。よっしゃ、うわー、いい香り。桃？桃の香りがしますね。で、この竹尾小柄つ焼きという名前のビアグラス、すごい質感だね。すごい質感だよ。中見して、こんななってる。うう、これビール飲んだらどうなっちゃうんだろう、ね、ちょっと行ってみましょう。うん、お願いします、はい、あ、すごい、うん、スタウト、ちょっと 黒っぽいけど復元料なのかな、桃の。うーん、さあ、よいしょ。またこんないい式でねえ、夕日バックに乾杯したらもう優勝ですよ。佐賀県に住民票移すか。どうすなら向こうの行きますか。行きましょう。ここですね。うわ、出ちゃってる。じゃあ本日佐賀県楽しんでいきましょう。はい、佐賀にキュッパイキュッパイ。うわ、桃ですね。桃ですね。めっちゃ桃、うまい。よし、じゃあガンガンやっていきますか。うん、今日は、はい、
料理を用意していただいているということなので、はい、僕たちの仕事は飲んで食べるだけでございます。ありがとうございます。じゃあ本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。うめえ。飲むか。飲むか。めちゃくちゃ気持ちいいねここね。寒くないし、うん、風がなくてよかったね、うん、夕日もね、ね、最高ですね、うん、晴れたから食うか。やりましょう。じゃあ1品目用意していただいてるんで持ってきます。お願いします。お待たせしました。おいしょ。こちら今朝呼ぶ子で取れたアオリイカだそうです。やりましょう、はい、そしてこちら佐賀で作られている地物のお醤油でいただいていきましょう。うまそう。なんかね、じゃあちょっとシェラカップでお願いします。いただきましょう。いただきます。いただきます。インペラから。インペラってどれ。透き通ってるよね。えそういっちゃうかな。いきます。うん、終わっちゃった。ちょっとじゃあ、あの先生を、先生お呼びしましょうか。はい、じゃあ先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。先生。先生。誰ですか。はい、合資会社清間商店紀宝鶴というお酒を作ってます。小森涼子と言います。涼子さんよろしくお願いします。涼子さん。涼子ちゃんって呼んでいいですか。はい、ありがとうございます。はい。涼子ちゃんどんなお酒なんですか。はい、これうちで一番代表作みたいな感じのお酒なんですけど、うんうんうん、純米吟醸の山田錦、佐賀県産の山田錦で作った純米吟醸のタイプですね。 50% まで磨いた、うんうん、はい、ちょっと鶴が入ってますね。そうなんですよ。これちょっとうちの色でいろんなお米が違ったりとか、うんうん、製法が違ったりみたいにして分けてるんですけど、うんうん、まあ、山田錦、純米吟醸の山田錦は青で、マスがあって、うんうん、中に鶴が、うちの気泡鶴の鶴が飛んでるみたいな感じですね。はい、ラベルになってます。楽しみですね。はい、イカには抜群に合うんじゃないでしょうか。うわ、飲むか。飲みましょう。今日涼子ちゃんも飲めるんですか。飲みます。やりましょう。はい。味わいは、はい、甘みがしっかりしたタイプですね。うわ、こんな建築ももらえました。はい、すいません、いただきます。お願いします。山田錦ってどういう特徴があるんですか。山田錦、一番お酒で使われているお米。ああ、入れます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 。ありがとうございます。ねえ、ねえ。すいません、もう酒蔵手酌で。みんなで飲みながら、はい、はい、じゃあ食べていきましょう。よいしょ。じゃあせっかくなんで山本君お願いします。いいですか。じゃあ佐賀の、はい、楽しい夜にキャバイキャバイ。うん、うん、甘みが最高ですね。ありますね。うまい。あ、でもすっきりしてるね。これいいかと。あ、どうぞどうぞ。もう、あ、やってください、やってください。はい、いきます。じゃあ僕らの酒飲むのと食べるのしか今日仕事がないんで。缶をつけても飲めるもんなんですか。うん、飲めますね。部屋が一番、うん、結構こうフランスとかでも賞を取ったりとか。うん、じゃあワイングラスに入れたりしても、うんうんうん、いいですね。おいしい。いやー、涼子さん、いいですね。よかった、よかった。いい女ですね。ありがとうございました。もう酔っ払ってるから。すいません。何言ってんの。すいません。次の料理お願いします。ドーン。うぃー、すげー。これは、こっちが剣先の子供たちですかね、うんうん、こっちがアオリ、アオリ、うん、すごい、まだ動いてるよ。動いてるっていうか、ほら、模様が、うーん、
な、うん、締めたてだ。じゃあちょっとバターを添えつけて蓋をして火をお願いします。わあ、失礼します。申し訳ないですけどお酒入れさせてもらってもいいですか。どうぞどうぞ入れてください。いいですか。あ、じゃあちょっと入れてもらっていいですか。僕開ける。ストップって言ってよ。ここでもタップタップに大丈夫です。あ、ちょ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 、あ、ちょちょ、あ、どうぞ行くよ。はい、ストップって言ってよ。はい、ストップ。ケイ、あー、これでよりうまくなりますね。うまみありますもんね。なんかこの相性とかもあるもんなんですかね。うん、料理にもやっぱ使いますね。料理に使ったり、最近お菓子に使ったりとかも。お菓子、うん、へー、チョコレートとかもあるし。あー、なるほどなるほど。出してる。うん、あ、出してるんだろう。うん、あのバレンタインの時だけ。あー、中に日本酒が。そう、日本酒を練り込んで。へー、あ、練り込んで、うん、すごい。あのウイスキーボンボンみたいな感じじゃなくて。ではなくて練り込む。だからそんなにウイスキーボンボンほどにこう強くない感じの持ち方が出たりとか、うん、こんな感じもそんな感じですよね。なんかオリオの中にちょっと入ってるので、うん、バレンタインだからね、もらおう。バレンタインだからね、もらっていいですか。あら、住所をじゃあ。それはギリですか。ギリです。ちょっとお醤油も入れておきますね。うわっしゃ、もうちょい蒸して蒸して、よいしょ。バターの香りが、うん、すごいね、だいぶしてきたんで、ちょっと開けてみましょうか、うん、いきますよ。いきますよ。熱くないけど、さあ、おー、おいしそう。ひっくり返して味付けて、このいいですね、剣先の、うん、ね、子たちもここにネギを散らして、うん、いやー、いいんじゃないですか。さあ、じゃあ食べていきましょう。よいしょ。イカに合う、はい、お酒があるということなので、はい、もう一個、もう一人の先生をお呼びしましょうか。やった。まだ続くんですね。続きます。ちょっと涼子ちゃん呼んでもらっていいですか。先生。先生。いやいやいや、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。エッチそうな先生ですね。エッチですね。はい、はい、40歳独身でございます。アピールアピール。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、私、矢野酒造の、杜氏をやっております矢野元秀と申します。はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。矢野さん、はい、41歳独身です。2回目ちょっと押しますよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとお酒の紹介いただきましょうか。はい、こちらのお酒はどういうお酒なんですか。はい、肥前蔵心の、特別純米の折り絡みの生っていう、こう濁ったお酒ですね。大好き。エッチですね。エッチでしょ。エッチでしょ。そんな絡めて。まあ、この蔵心っていうネーミングにですね、まあ、蔵人さんのここ心心と、うんうん、あと私の下心がね。まあ、そうそう。いろんな心がね、詰まっておりますので、お手作りのね、いいお酒でございます。はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、注いじゃいますよ。はい、お願いします。ちょっと発泡性もあるんですか。そう、生酒なんで、うん、でこの中にね、ちょっとこう酵母が生きてる感じなので、うんうん、まあ、時間が経てば経つほど瓶の中でこう二次発酵が進んで、うんうん、ちょっとこうガスが強くなってくる感じ。瓶内二次発酵ってですね。瓶内二次発酵なんですよ。でね、味わいはね、割とね、こう濁りなのにちょっとこう辛口で、へー、ちょっとこうキレがいい感じで、こうまろやかで、うまみがあるけども、こう苦みもね、うん、ちょっとこうあるような感じなので、うんうん、イカのね、綿のうまみと苦みとかとこう非常にマッチするから、楽しみですね。なんかお酒に詳しいですね。いやいやいや、大津ですから。そりゃそうでしょ。先生だから、先生ですから。ではありがとうございます。はい、皆さんお次できましたので、ありがとうございます。はい、いただきます。いただきます。ようこそ。いただきます。はい、こんな素敵なお酒と、こんな素敵な佐賀県というロケーションで
最高の時間を過ごさせていただきありがとうございます。ありがとうございます。素敵な出会いに乾杯。乾杯。めちゃくちゃ発泡性そう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 、ちょっとなんかこうメロンっぽさもある、うん、あメロンっぽさある、ね、うん、甘みもあって、ね、うん、これと一緒にいか食ったら最高でしょ。最高、ぜひ食べてください。間違いないですよ、食べてください。いやもう僕はもうねいかもう毎日食べてます。毎日じゃないですけど毎日じゃないですけど先にいただいてもよろしいですか。いいですか、いただきます。じゃあ山本君からいいですか、うん、お先にじゃあこっちに切ってやる方から、うん、くぅ、いただきます。どうぞ。うん、うん、美味しい。なんか俺には食べ方エッチですよね。男優なんだよ。YouTuber だよ。YouTuber。食べましょう食べましょうみんなで。プロテイクの食べ方で。美味しいですね。ゲスト食べちゃおうかな。うわあめっちゃ合う、うん。めっちゃ合う。どうぞやってください。いただきます。このね。いただきます。うん。子供たちもいらっしゃる。うん。いただきます。どうぞどうぞ。おいしい。見ちゃう、見ちゃう。ほどほどにしてほどほどに、あ、うん、あじゃあちょっとこの後あるあー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 ありがとう、恐縮でございます。褒めてない褒めてない。いやもう佐賀がどんどん好きになってますね、うん、いやよかったこんな人がねいるというもう時点でもうなんかもうイカ出ちゃったし、ね、最高ですね。最高です。乾杯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 。ありがとうございます。乾杯。意外に美味しいですよね、うん、よかったよかった。もう絞りたての時になんかちょっとすごい合う。あよかった、絞りたてのすっごい苦かったんですよ。あれ、ね、酒生酒はやっぱ時間の経過で味変わってくるんで、うんうん、今ちょっとこう甘みが出てちょっと発泡性もちょっと強くなってきてるね。作られてどのぐらいの時間が経ってるんですか。これは11月の20日ぐらいに絞ったやつで、ね、まあ、まだ 2週間。そうですね、2週間ぐらいですかね。で蔵の中でちょっと常温で置いてたやつがあるんですよ、はい、常温だとその発酵がやっぱりこう強いので、で瓶が破裂しちゃってですね、1本ダメになったやつがあって。そんなことある。そうあるんです、あるんです。瓶がそう、あのねガスがあのどんどん出てくるので、うん、圧力が強くなって弱い瓶だとちょっと割れちゃったりとかで、うん、バーンっていくんですか。バーンっていったんです。バーンっていったんです。ロジェーってエッチですね。イカ海鮮の次はお肉で。うわ、佐賀牛。佐賀牛すごいですね。佐賀牛詳しい方います。おい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 。いやでもうまそうだし、これは明らかにエッチです。超エッチですよね。この霜降りエッチですよね。これはエッチですね。じゃあ肉焼いていきましょうか。そうですね。おー、音が。音が大きい。よいしょ。よいしょ。うわ。くるっ、くるっ、丸めて。うわー、いい香り。じゃあ、ちょっとお先いただいてもいいですか。見てください。はい、ゲンチ君。あ、まずちょっと。それがあった。エッチですね。卵もエッチ。手首の動きがエッチですね。言い過ぎ。具体的に言い過ぎ。美味しそう。うわ。大丈夫？あ、大丈夫です。よいしょ。めちゃくちゃうまそう。じゃあ、わ、お先に。すいません。先にどうぞ。どうですか。いただきます。うわ。うん。言葉出ない感じ。うん。いいっすね。
油優しいですね、うん、全然しつこくない佐賀の女性はね、うん、優しいからほら佐賀の女性優しいんですよ優しいからね、多分これ多分じゃないよ日本酒なんだ日本酒はじゃあちょっと肉に合うんですか。はい、キホツルの超辛口。あ、いいっすね。しました。絶対合うわ。絶対合う。ちょっと旨味がしっかりした感じで、はい、うん、佐賀のお米霊峰という、霊峰、はい、初めて聞いた。お米を使ってます。はい、純米酒ですね。結構このまんまでもいいし温めてもいいし、うん、みたいな、うん、はい、超辛口純米酒、うん、味のある純米酒。味のある純米酒。そう、味のある、味があってでもちょっと辛いみたいな。なのですっきり辛いとはまたちょっと違う感じの純米酒です。いただきます。やりましょうやりましょう。一口食べてからじゃあ一口食べてみましょう。じゃあお二人先に、じゃあどうぞ。いいですか、うん、こそこそ食べるんで、うん、おいしい。おいしいね、うん、すっごい。このおいしい佐賀牛には、には何でしょうか。紀宝鶴の超辛くて純米酒を、わあ、いきましょう。はい、乾杯。乾杯。うん、おお、すげえ切れてますね。すごいね、キレッキレ。すごいね、うん、あ、でも味のある、うんうん、キレッキレ、うん、あ、いい感じ。結構基本的に味があるお酒が多いんですか。うん、もうキレッキレなものが多いんですか。キレッ、結構分かれたりするじゃないですか、場所によっては、うん、そうですね、味があってキレさせるみたいな感じですね贅沢すぎやしませんかそれ、はい、もう、うん、目指すならそこをみたいな感じですね、うんうん、素晴らしい。好きな方だもんね、うんうん、美味しい。がっつりすき焼きじゃあ作っていくんで、はい、みんなで食べていきましょう、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山本くんがやるんですけど、はい、やりましょうもうガンガン入れちゃってください。ガンガン、はい、はい、割とこうひたひたになってたんで、やっぱなんか昔ながらで言うと、昔って温度の変化すごいじゃないですか。すごいっすよね、うん、で今だと空調が効くけど、うんうん、あえて効かせないっていうのが作り方の一つなんですか。そうですね、割とね、その安定したこう酒質を求めるのであれば、あの空調を効かせて、あ、コントロールして一定の温度下でこのコントロールしていく方が絶対。そうなんですね、うん、ロマンを求めるのであればあえて空調を効かせずにでこの温度 でこのもう地域の気候でできた酒がもうこのうちの酒ですよっていうような打ち出し方もまた一つの手かなっていうようなね。本当昔ながらで言ったらもう酵母からね、本当に。そうですね、酵母もだってね、もう蔵の天井とか壁とか床とかにいた酵母が、うん、なんだろう、お酒をこう作ってくれるみたいなね、うん、感じだったんですね、昔は。そうなんですか。今は、まあ、人工的にこう管理ができてる、うん、まあ、その純粋に培養された酵母を添加して、安定的にこう酒作りができるような感じになっているので、うん、まあ、酒質としては非常にこう安定するようになってきました。うん、あ、そうなん、入れるのが昔じゃなくて、その当時だと勝手に発酵していくもん。勝手にその蔵の天井とかについてたやつが、うん、お米とか、うん、そのお米をこう溶かしたものについて勝手に発酵していく、うん、だから、そうなんですか。そう、だからその蔵の味があったし、うん、その地域の味があったし、うん、で逆に今は割とね、お酒の質は完全に良くなってるんですよ、うん、ただどっちかっていうとある程度の、そうね、ある程度安定したこう酒質の中での勝負になってきてる、うん、でも多分ね、今日うちで仕込む、じゃあ矢野酒造で仕込むってなっても、やっぱり同じお米、同じもので、同じ酵母でって仕込んでもやっぱり違うものができていくし、うん、その辺がまた難しいことであり面白みであるってことですよね。よく言っていただきます。うまいね、まとめ。いやいや、うまいですよね。乾杯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 。
美味しい酒に。毎日毎日ね、違うものが、本当そうです。全く同じ条件で作っても、うん、本当に一緒、全く一緒のお酒なんて絶対できないですよ。いや僕子供いないですけども、ね、本当こうね子育てみたいな感じで、うん、そうですね。うん、でも酵母ね、甘やかしすぎず、うん、厳しく接しすぎずにこう育てていくっていうのが、まあ、酒造りの肝なのかなと。子育て上手そう。いやでもやっぱ酒に関して話してもらうとめちゃくちゃかっこいいです ね。さっきはただのエッチなおじさん。そうです。恐縮でございます。ありがとうございます。すき焼き仕上がってきたんですけども、はい、これにペアリングしていただくお酒はあのね、その日本酒ってね、はい、もともとやっぱこう旨味があって、うん、こうなんだろう、食にこう寄り添うようなね、うん、飲み物だったと思うんですけれども、最後に紹介するのは肥前蔵の純米酒、まあ、普通の純米酒でもう安いお酒なんですけれども、はい、これはもう本当に木をてらわないお酒、昔ながらの純米酒、昔ながらの純米酒、うん、でまあクラシカルなね、でおかんにしても美味しいし、うん、まあ、飲んでこうホッとできるようなね、うん、そういったお酒を目指してますので、はい、こういうねしっかり味のある料理で脂っこい料理だったりとかに、うん、もうほんとぴったりなので、うん、もう冷やでもいいし、でおかんでも絶対美味しいんで、うん、これ飲んでください。じゃあちょっと2段階で、2段階でいきましょう。お願いしてもよろしいでしょうか。はい、もちろんです。喜んで。ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ、よいしょ、すごそう、佐賀牛すき焼き、うわ、うまそう、うん、クラシカル、クラシカル、いい色ですよ。ちょっとこう黄金色な感じでね、うん、ちゃんとこう熟成してこう旨味が乗った色ですよね、これが。これはエッチかエッチじゃないかで言ったら、ああもう相当エッチですよ。ありがとうございます。相当エッチですよ。相当来ましたよ。相当エッチですよ。やばそうですね。楽しみだね。来ました、来ました。ここオフ楽しみですね。ね、そうですね。うん、今日は肉も酒もキラキラしてる。あら、うまいこと言いますね。佐賀牛のすき焼きいただきましょう。いただきましょう。温めまして、うん、煮込んだやつですね、今度は、そうですね、テカテカ、ツルツル、いやの大丈夫、大丈夫、大丈夫、まだ、いただきます。お茶べ早く、いただきます。美味しい。佐賀最高。マジでうまいね。佐賀最高。マジでうまいよ。これに何でしたっけ、下ご、あ、違う、蔵心の純米酒を合わせて、キュッと、キャンパイ、キャンパイ。うわいいね、うん、これだ、クラシカル、クラシカルだ、クラシカル、オーリモバスルーですね、食うやつ、ね、日本酒らしい、うん、日本酒みたい、毎日飲みたいやつですね、ですね、ずっと飲める、うん、うまい、純米酒なのにしっかり旨味がね、旨味ありますよね、なんでもないって言ってますね。旨味あるし、ね、しっかりこうもたつかないし、さっと切れるし、うん、はい、ゆうこちゃんにとってお酒を作るということは、 お酒を作るということは人生の楽しみ、あ、いいですね、キャンパイ、キャンパイ、キャンパイ、美味しい、美味しい、サガン酒、最高、クッといっちゃったよ、楽しみだったから。でも佐賀の魅力、僕正直、うん、あんまりないというか、そうですよ、知らないっすよね、福岡から長崎行く途中に通るとこっていうぐらいな、そうですよね、あの正直思ったんですけど、めちゃくちゃ魅力ありますね、うん、食べ物も美味しいし、食べ物も美味しいし、僕ら一日佐賀を満喫はしたんですけども、うん、多分氷山の一角しか見れてないはずなんだよね、うん、でそれ以外のこのやっぱ佐賀生まれ佐賀育ちのお二人からなんか魅力なんかあればお聞かせください。魅力、矢野から聞きてえな。俺かありすぎて困りますよね。いや佐賀はね本当にね、なかなか、まあさっきね
お二人言ってたように、はい、こう福岡とこう長崎のこう中間点みたいなこと言うじゃないですか、うんうん、それじゃないですよ。でもね本当に食べ物も美味しい、うん、人も美味しい、うん、お酒も美味しい、器もある、うん、でもういろんないいロケーションがあるっていうことで、うん、魅力にあふれすぎてて一言で言うの難しいんですよね。確かにね。だからね、うん、一回来てみてください。佐賀に来て、佐賀で泊まって、うん、美味しいもの食べて、うん、いいところに行って、はい、お酒飲んで、飲んで、うん、そう、うでんうでになって、うん、で、たまには私のことを思い出していただければ幸いでございますということで、最後も思い出す、いやいやいや、最高です、最高です、最高です、キャンパイ、キャンパイ、人の器もあるし、うん、四季の器もあるという、うん、おー、うまいこと言うね、素晴らしい、いろんな焼き物がありますからね、ありますね、それを見るのも楽しいです。あ、そうそう、僕ら大好きなんで、焼き物大好きなんです、あ、もう大好きです、大好きです。そこにいるのがキャンプだけじゃなくて、うん、結構あの僕ら意識してるのが、うん、そこまでに行くのも楽しみの一つなんだよね。うん、なるほど。その道中を楽しむとかをできたら、うん、そのもっと楽しみが広がっていくんじゃないのかなっていうのがあると思うんですよね。そう、だからその結果として夕日があると思うんですけど、うんうん、そこに至るまでにいろんなところに行って、うんうん、いろんな食べ物だったり、うん、あの観光だったりとか、うん、そういうものを楽しんで、そこで最終的に今日は最高だったねっていう思い出で締めくくれたら、もうなんか差があって最高かよって。最高です、ね、佐賀最高です、そうですね、なんか PR だから結構あの推しになっちゃうように見えるかもしれないけど全然そんなことなくて、純粋にめちゃくちゃいいと思いました。よかった。そう、なんかあの飯もうまいし、お酒もね、しかもこんなプロに行っていただいてそう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 、それがね、肩の飲んべいですけどね本当にすいません。そういう風に教えてもらったりして飲むっていうことだったりとか、うん、でしかもそのさっきあの主販店さんに行ってもいろんなことを教えてもらったりとか、でそれで試飲させてもらったりね、うん、そういう瞬間って、ね、なかなかあのなんだろう、ただ観光するだけじゃ味わえないものだったりすると思うんですけど、うんうん、そういう風なことも含めてなんかもうすごく今日めちゃくちゃ楽しくて、うん、そうずっともうなんか楽しいなぁ、ずっと楽しかったよね。ずっと楽しかった、うん、よかった。なんか佐賀に来たらね、なんか最高のこう一期一会があるみたいなね。いや本当にそんな感じですよね、うん、いや佐賀にあの、うん、僕通っただけしかなかったんですけど、うん、だいたい福岡から佐賀、うん、あ福岡から長崎、ね、長崎福岡通るときにあの見るとこ、うんうん、てか通るとこぐらいな、うん、嬉野温泉ぐらいしか知らんみたいな、うんうん、っていう場所だって、まあ、焼き物があるっていうのは、うんうんうん、知ってたんですけど、うん、あのいざ来てみてもう本当に自然豊かだし、食べ物おいしいし、人はクソだけど、いや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 、最高の最高の褒め言葉ですね、うん、でも熱量の熱いこう酒蔵さんがあるっていうだけで僕はもう酒好きとしてはもう素敵な県だなと思ってまた来たいなと思いました、うん、そんな熱い佐賀県にキャバイキャバイ、まあいや本当今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。素敵な夜をぜひ佐賀県来てください。来てください、来てください。ありがとうございました。さらい旅行、はい、待ってくれ。